Hey, hey. Good morning. おはようございます。今は、由良、倉吉の由良というところを歩いてます。漫画のコーナー。その漫画家が生まれ育った場所らしいですね。なんか、コナン一色が、街っていう感じです。実を言うと、この場所って僕の義理のお父さんお母さんが宣教師をやってた場所で、その影響でこの由良にも教会が建っている、その牧師先生たちに先ほどお会いしました。義理のお父さんお母さんは去年、一昨年亡くなって天に凱旋しましたが、彼らの蒔いた福音の種は今も実を実らせている。やっぱこういうところで農夫が忠実に種をまきながらね、刈り取りの時期を期待するように地道に福音の種をまきながら伝道している、そういう人によって教会が立っているっていうのも神の御業だなと思わされます。今日あなたに送るバイブルからの言葉、ヘブル書の箇所からです。信仰の創始者完成者イエスから目を離さないでいなさい。信仰の創始者、完成者、イエスから目を離さないでいなさい。信仰とは信じて仰ぐと書きますけど、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えない事柄を確信させるのです。今僕たちはこの自然界を見て、この緑の景色を見ながら、山々見ながら、でもこの見える背後に見えない、この見える景色を与えてくださっている方がいる。信仰の創始者、完成者、イエスから目を離さないでいなさい。神の見えない、目に見えない本性、すなわち永遠の力と神性は、世界が作られた時からこの方、被造物によってはっきり知られ、認められるのであって、私たちに神はいないという弁解の余地はないと、ロマ書の箇所にあります。イエスは彼らの信仰を見て、こよあなたの罪は許されたという、中部の人を担いだ4人の人たちの信仰のことを語ってます。信仰がなければ神を喜ばすことはできない。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないんです。また義人は信仰によって生きる。イエスは女の信仰を見て、あなたの信仰があなたを癒したのだと、流しに患った女がイエスの衣に触れたその瞬間癒された時のこともそのように表現しますけど、主は今日私たちの信仰を見ておられる。私たちの信仰はどこに向いてるんだろうか。信じて仰ぐ。今日この信仰の創始者、完成者、父なる神、御子なるキリスト、御霊なる聖霊、この大いなる存在を見上げながら歩んでいきましょう。また問題があるなら、その信仰の創始者、完成者に委ねましょう。この方があなたに見るべきビジョンを与えてくださいます。聞くべき言葉を与えてくださいます。この方に耳を傾け、この方を見上げ、静まって私がお前を愛してやまない神であることを知れと、信仰へのまさに鍵となる言葉、静まって沈黙の中で、沈黙から言葉を発せられる光をあるとおっしゃった方、この方を見上げながら、バイブルの言葉を通してこの方に聞きながら、
セールを通してこの方の臨在を感じながら、今日の一日魂ロケンロールされて歩んでいってほしいと思います。僕もそういう気持ちで、この後半歩いていきます。 Have a good day.